ハビエル・ブストー・サグラードは、スペインのバスク州ギプスコア県、オンダリビア生まれの作曲家、合唱指揮者。ハビエル、ブストーは、ブストとも表記される。オンダリビアに生まれる。幼い頃に、聖歌隊に所属し、ソプラノソロを歌っていた。バリャドリード大学では医学を学び、やがて内科医となるものの、作曲を独学で習得。作品は、合唱曲がほとんどであり、その多くは、混声合唱、女性合唱のための宗教音楽である。彼の楽譜は、バスク国にある、Bustovegaというブストー作品専門の出版社を、はじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンでも出版されている。歌詞の言語には、ラテン語のほか、バスク語、英語、スペイン語などが使われている。また、アーウィン・リストの下で、合唱指揮法を学び、合唱指揮者としても活躍している。1995年には、カンタ・カンテムス合唱団を設立し、自作の録音活動を行っている。日本では、1990年代後半から彼の作品が演奏され始めた。1997年には、神戸中央合唱団の委嘱を受けて、混声合唱とクラリネットのためのミサプロデフンクティス死者のためのミサを作曲し、それ以来、たびたび日本の合唱界に関わっている。2002年には、東京カンタートに招かれた。ミサプロデフンクティスは、阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼するために書かれており、歌詞には、ラテン語のほか、古事記からの一節が日本語のまま使用されている。ありがとうございます。